オラシオ・グティエレスは、ビルトヨーゾの誉れ高いキューバ出身のピアニスト。家族に連れられ13歳で渡米し、ロサンゼルスでセルゲイ・タルノフスキーに、後に、ジュリアード音楽学校に進学して、アデール・マーカスに指示。タルノフスキーは、ウラジミール・ホロビッツの旧市であり、マーカスは、伝説のピアニスト、ヨゼフ・レビーンの門人だった。その後は、カール・フリードベルクの門人。 ウィリアム・マセロスに支持している。1966年に、長いヤング・ピープルズ・コンサートで、レナード・バーンスタインと共演して、アメリカのテレビ番組に初めて出演し、ムソルグスキーの展覧会の絵を引いた。1967年より、市民権を得て、アメリカ合衆国に帰化し、同じマセロス門下のパトリシア・アシャーと結婚して、 アメリカを生活と活動の拠点としている。1970年に、チャイコフスキー国際コンクールで、銀メダルを獲得してから間もなく、あらゆる主要な演奏会で演奏し、世界中で旋風を巻き起こした。これまでに共演した指揮者に、ヨーゼフ・クリップスや友人・オマンディ、エイリー・ヒラインスドルフ、ユーリア・アーロノビチ、クラウス・テンシテット、ムスティスラフ・ロストロポービチ、アンドレ・プラビン、 ズービン・メータ、ロリン・マゼール、小沢聖治、ウラジ・ミール・アシュケ・ナージ、ダニエル・バレン・ボイム、クルト・マズワ、ジェームズ・レバイン、ゲン・ラジー、ロジェスト・ベンスキー、クリストフ・エッシェン・バッハ、アンドル・デイビス、デイビッド・ジンマン、ジェラルド・シュワルツ、アンドル・リットン、ワレリー・ゲルギエフラがいる。グティエレスは、ロマン派的な奔放さと、古典的な金星感とを珍しく融合させた演奏で知られており、 多くのピアノ愛好家から20世紀後半で最大のピアニストの一人とみなされているニューヨークのマンハッタン音楽学校の教員でもあるありがとうございます